どうもこんにちは、ふうがです。今回は、リクエストもらったんで、せっかくなんでやってみたいと思います。ドラゴンクエストビルダーズで、ちょっと端から端まで行ってみてくださいということで、数少ないリクエストなので受けていきたいなと思います。体験版なんで、そこまで広くはないんじゃないかなと思います。とりあえずね、ここでもだいぶもう橋が見えてますからね橋を回るだけじゃあれなんで、ちょっと探索気分で行きたいと思います。よっ、結構鉱山が多いので、あ、結構奥あるじゃん。でも行けないわでもマイクラみたいにあれ行けないか。行ける？ズボンで落ちちゃうんだよね、これ。ダメだ。ここは、そうですね。ありましたね。これ、まだピリンちゃんともまだ会ってない状態なんで、ですけど、結構、回れるっちゃ回れます。特にストーリーで関係はないようです。ひらめきとかもね、キメラの翼とかも、普通に羽を倒したら、ほら、会えますからね。せっかくなんで、ロロルドさんを連れて行きましょう。一人で旅するの寂しいですからね。まだピリンちゃんとも会ってないですし、まだ村を開拓してない状態です。何作ってないんですけどね。行きましょう。そういうことか。そうですね。まだ街ないですよ。だからちょっと。いや、マジでまだ羽これありますから、希望の旗がある状態ですから、適当にぐるぐる回ってみましょう。早速ここに立てることとかはできない。なんだろう、これ気になるな。端っこ行く形になっちゃいますけど、落ちたら終わりですからね。なんだあれ、やべ、倒す、何あの形相、強そうしかもこんなにいるじゃん。大量生産されてるってことは、もしかしたらって可能性もあるけど、あいつ上がれてねえ、チャンスかもしんねえな行ってみるか。いやー、ちょっと待って、2人いるのはきついから。来た、どんなもんか攻撃を見せてもらおう。来た来た、逃げて、ロロルトさん。いけんじゃねこれ。危ねえ。ほら、ダメだ。でもいけないことないと思うけど。ロロルトさん。違う。やばい。逃げよう。逃げながら戦いましょう。ロロルトさんを犠牲にして。ロロルトさん、こんな感じか。こういうエリアもあるってことか。いや、でも製品も楽しみだな。これまだ多分海になってるけど、普通あるんだよね。いや、楽しみだな、これは。もうやばい。海に落ちるとゲームオーバーですか。気をつけて。そこ浅そう。大丈夫か。ダメ、毒だ。耐性のブーツとか装着しないとダメみたいな感じ。でも広いな、体験版にしては。体験版じゃなくて、これ1400円くらいで発売できそうだな。そこらへんの広さですかね、予想的には。ロロルドさんがいるんで。やばい。ロロルドさん？ロロルドさん？ちょっと待って。来てるか？あの人。ちょっと待って。死んでる？ちょっと待って、助けに行こう。何あれ。いけないんだ。なるほど。いけないんだね。ごめん。無理に行かそうとしてごめんね。なんか僕より立派な装備してるけど、ダメなんだ。今日滑舌が回んないな、なんか。
いけないんだっけ？ちょっと試しに。いや、いけそうだけどな。向こうが遠回りしていける感じ？あ、ダメだ。ダメだ。あ、いけないか。さすがに。そこまでいけないか。うわー、でも体験版でここまで夢が見れるってすげえな。あ、ロロル、ロロルトさん、ちょっと言いづらい。よし、登った。オッケー。ドラゴンがいる。どうしよう。え、ドラゴンいるじゃん。多分製品、あの体験版で、あのストーリー進めていくと、まあ、あの続きは体験版でみたいなのあるんですけど、いや、ここまでは出なかったと思う。よし、じゃあコンボあるし、いけるか、行ってみるか。もしかしたら倒せるかもしれないしね。おっしゃ、ロロルトさん、行くぜ。いやー、いけそう。うわー、ドラゴン、なんかヒーローズの時よりなんかまがまがしいな。なんかトゲトゲしいというか。乗ってみるか。当たる。あ、ダメか。はい。ね、やってみたいと思います。やってみたい。やってみたい。ちょっと倒せるか。あ、ロロルトさんに会いに行かないといけない。どうしよう。じゃあちょっとね、ロロルトさんと会って、コンボを何個か作って、あの万全の状態で行きたいと思います。体力もね、まあノーダメで行けるよう。倒せたらいいですね。倒せなかったら終わりです。そこまでもう追い打ちかけるようなことはしませんから。はい。ロロルトさん、ちょっとあの元の場所に行くかなと思ったんですけど、いなかったんで、まあここにいたんですね。ちょっとあのそうですね、はい。僕があそこで死んじゃったから、多分ロロルトさん一人でドラゴンとビクビクしながら睨み合ってるんじゃないかなと思います。目の前にいるよ、ほんと。多分ね、ドラゴンって多分普通にやっても勝てないと思うんですよ。だからちょっと考えたんですけど、囲んでみると、この土でね、せっかくクラフト要素があるんだから。この作戦はどうでしょうか。多分飛ばないし。あ、ちょっと待って、まだ待って、まだ途中なの。あ、やばい。当たるとでも食らっちゃう。わあ、ロロルトさん、ちょ、ロロルトさん頑張って。うおお。無意味か。ほら、あ、やばい。ちょっと、あー、ロロルトさん、ちょっと待って、怖くて手が出ない。ほら。届かない。ほらほら、ちょっと復活すんのかい。ほら、1、ほら0。おお、危ね、きつ。製品版でも勝てる気がしねえんだけど、これ。ほらほらほら、ちきりすぎだ。いいから戦えよ、お前。お前、食らいに行ってるだけじゃん。くそ、無理か。うおー、地道にやってればでもいけるんじゃないか、これ。粘ってみよう。ほらほらほら、いけるかな。ちょっと尻尾危ないんで、尻尾危ないんで、ちょっと。あっと、危ないな、ほんと。ゼロ、歯に当たるとゼロか。ロロルトさん、面白すぎだろ、ちょっと。戦い戦い、街は後回しだ。うわーうわーっと危ない。うわーっと危ない。自動回復してる、怖え。いやー、無理か。あ、でも減ってるっちゃ減ってんだよな。
けるんじゃない？あはい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。まあドラゴン倒せないこともないと思いますね。まあ暇な人はやってみてください。だいぶ時間かかるけどね。うん、はい、ということでリクエストをくれた方ありがとうございます。じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。製品版もね、まあもう一度言うしつこいようなんですけど、まあやるんで、見てください。まあ無限じゃなければビルダーズも端から端まで回れたらなと思います。パート数分けると思いますけど、はい、じゃあ今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。本編の方もよろしくお願いします。